まで来ることができて本当にやりきったなっていう感じなんですけど、まあでももう少しやっぱり野球やっていきたかったなって思います。これから僕たちはもう引退なんで、1、2年生が僕たちの意思を継いでくれると思います。ぜひこれからも僕たち硬式野球部を応援してください。今までありがとうございました。ありがとう。お願いします。応援、マッサージ。